豆メールと、ね、オンラインをね、合流しましょうって時に、なんかメルメルのとこに、はい、なんだっけ、なんか世界ランクみたいな。世界戦闘力が高いため参加できません。世界戦闘力が高いため、合流できません。二つの意味でパワーワードです。優勝、マリオカートの。ねえ、ダメだ、メルメルは猫のさ、切り札でいてくれないとか。でも切り札か。いや、違うんだよ。あ、ちなみに猫が最下位にならないような切り札なのに。あ、作りました。作りましたよー。あ、弱い。待って、これいい勝負じゃん。あ、あれ？あ、これ。自分のキャラクターを女だと勘違い。え？次回ですか？あれ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 ？まあでも一番弱いね、これ、みこちだ。いや、そうだよ。それ、とりあえずそう。いや、それは決まった。まあでもこれ試し戦だからね、言っとくけど。ほら、一生って、一生って書いてよ。じゃあちょっと色変えようーっと。こうだよね、パこうだよね。え、そんなにみんなスマブラや経験者だったの？みんな初心、猫、うん、はてっきり大乱闘はね、みんな同じ土俵なんだろうなという偏見のもと、お誘いしているんですけど、これって読み違いだったん。スマブラの第一歩ってでもキャラの解放からだと思うんですよね。そうですね。まあだからゼロポイントなんじゃないですか、これもしかして。おい黙れよ、ちょっと早く来いよ、代表者取って来いよお前。ほら、ちょっと予想外の結果になる今日の配信は。ちょっとやばい、まあ、アンケートちょっとだけ覆すだけで、ちょっとね、まま メルメルのことを舐めてた。え、さ、舐めましたね、君たちね。ちょっとさ、結託しない。あー、また結託お願い。うーん、おい、バカも。あー、あれ、みこちみこち、お前一生もできないまま終わりそうよ。勝ってくれ。やばい、やばい、あ、やばい、赤ちゃんになっちゃう。みこちが怖い。大乱闘誘ったみこ、バカみたいじゃねえか。バブになっちゃう。やだ、そんなね、もう一生やだねー、レベル。本当にもうなんでだよ、なんでベルベルが強いこれ。いつも予想してなかったんだが、メウメウ当ててなんだよ。やっぱガードなんだよね、これ。これなんて書いてんの？チーム。ARG。これ1対1対1だね、結局。あ、変えれたよ。あれ？あ、あれ？あ、ネネチが1人かも。変えた。おし。あ、ネネチダメだろ！はい。あれ？絶対に変えちゃう、これ。あれ？これ結局。一旦ミコチからやっとくか。じゃあなんでだよ。あー、これはでもねねねね、ミコの勇者が勝ってくれた。ミコの勇者が。これどういうポイント分配になっちゃうんですか、これ。あ、できるよ、ミコチ。恥ずかしいよって。恥ずかしいよ、恥ずかしいよ、ミコチ。ねねち、ミコチ、カビチ、聞きます。行きます。さあ、チーム戦よ。お、なんかエッチな女の子だね。うわ、あ、すごい、やばい、やったー。なんだろう、あんま勝った気がしないけど、やったやったー。無理で勝って嬉しいですか。嬉しいよね。当たり前さん、当たり前じゃん。当たり前さん、これ当たり前さな。から卑怯者、卑怯者、恥ずかしいよ。恥ずかしいよ。プライドねえのか。あれ、やばい、罵倒されてる、罵倒されてる、罵倒されてる。勝ったよ、別にいいもん。いいもんね。一対一やろうよ、じゃあ。ありがとう。個人やるか。ちょっと今のポイントバランス測るためだったから、ちなみに。あ、ねねね。もちろんじゃん。当たり前じゃん。だな、やだな。よし、来た。やばい、当たった。ほれ、見たことか。ルが少女だ。
勝者のメルメルあのコメントはありますか？私が最強ですもう初めからそう出てましたねこんなに強いと思わなかったんだわな、ね、ちょっとゲーム選び間違えてるってみこちーメルメルの狙ってね、アズモンでこのつもりだったのにみんな同じさ、スタートラインにいると思ってたじゃんちょっとな強すぎ、ね、強すぎた。でまあ、ねもね、うん、まあ、でもあれだね、ねえちとみくんは同じようなもんということですね。いやいやいや、見てください、ちゃんと数字出てますんで、数字が出てるから、うんかな。じゃあ、いやいやいや、あねねちなんかあります？まあドベじゃなくてよかったかな。あ、一応ドベの人もコメントあります？あります。次こそはボコボコにできるゲームをリサーチしてくるからねー。尊敬するのかよ。